ボートレーサーの現状を伝えてくれるのは選手本人が伝えてくれる選手コメント。そのコメントを紐解きながら今の選手状況をファンは考えます。選手によってコメントに癖があったり、時に違うニュアンスで世間に伝わる場合もあります。そんな選手コメントに関する件を今回はまとめてお届けさせていただきます。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。選手コメントとは、選手が自分の状態がどのような状態であるのかを語ってくれ、それをヒアリングされた記者の方がファンのために公式サイトなどにコメントを掲載してくださいます。プロペラやモーターの状態、自分だけではなく他の艇に関する情報など様々です。この選手コメントも出してくれるボートレース場と出してくれないボートレース場にも分かれます。自身に辛口評価をされる選手もいますが、それでも何も語ってくれないよりは本人の感覚を語ってくれる方が参考になるという方もきっと多いでしょう。ここは全レース場で統一していただけるととても嬉しいところですけどね。もっと言えば展示タイムも本当に展示タイムしか出ないボートレース場と周回、回り足、直線のタイム、なんなら加速度まで出してくれるボートレース場まであり、大きな違いがあります。ここはお客様に情報を提供して船券を買いやすくしている各ボートレース場の営業努力とも言えるかもしれません。船券を買う私たちが手に入る情報はスタート展示、周回展示、選手コメント、モーター、ボートの勝率、部品交換などが主だと思います。その中でどの選手が着取りできるのかをあらゆるパターンで想定して船券を買うわけです。もちろん情報が多ければ必ず勝てるものでもなく、時に予期せぬことが起きたりするからこそ大穴が発生したりもします。艇や自分の状態を一番分かっているのはやはり選手でもあるはずなので、数少ない情報の中でも選手コメントはファンからすれば船券を買う上で大きな指標ともなっているはずです。そんな中で気になるコメントを出した選手について改めてまとめてお届けさせていただきます。大久保優香、先日 SNS で大きく話題となっていたボートレース常滑での最終日の発言について、大久保選手が自らの X でコメントを発表されました。そもそも事の発端は、大久保選手が記者さんの質問について答えたコメントが、今節の敗因は帰るタイミングを逃したことですと公式サイトに掲載されたことにありました。その後ボートレース常滑もこれはまずいと思いこれを消したのですが、 SNS 等でこの発言が載ったことで物議が巻き起こりました。実際ボートレーサーは斡旋されている間は外部通信が禁じられている中でもあり、スマホなどを触ることができません。それもありご自身の発言について発表できるのは斡旋が終わった後でもあり、9月13日にその発表が実施されたというわけです。 SNS は自分自身から発信もできますので、思いの丈を自分の言葉で語れるというのは素晴らしいですよね。内容を見ていきますと、ファンのためにご自身の口からあった出来事を記載してくださっています。試運転をしようと思い急いでプロペラをつけているタイミングで、どうやら記者さんから今節の敗因はと唐突に聞かれたようです。タイミングもあるかもですが、いきなりまだ終わってもない節間中に今節の敗因と聞かれてもちょっとショックですよね。大久保選手は整備もプロペラもいろいろやっていますけど、敗因って聞かれてもまだやっている途中なのでわからないですと答えたようです。そりゃ節間も終わっていないですし、終わった後に聞くならまだしもな質問かなと思いますが、人によっては節間でそんな聞き方をすれば怒る選手もいるかもしれません。その上で強いて言うならと踏み込まれ、本当にないです、もっと早く帰ればよかったですかね、タイミングが遅かったです、とりあえずまたプロペラを叩き替えたので乗ってきますと試運転に出かけたようで、大久保選手は終始整備についてのことを
話しているつもりだったようですが、話が一旦途切れ、整備のことではなく帰郷の方のカエルだと記者さんが認識してしまったのかもしれないとのことでした。日本語は同じ言葉でも意味が違う言葉も多いですからね。選手側としてもどんな風にコメントを載せる気でしょうか。文面を見せてくださいみたいなことってさすがにできないですもんね。聞くタイミングも試運転前のバタバタしている時にとは思いますが、双方忙しいという点もあるのかもしれません。ただご本人としての解釈が出たことで、カエルではなくカエルというニュアンスであったということ、このコメントを載せたらこんな感じになってしまうかもしれないなってことは、記者さんならどこか想像がつくのではとは思うんですが、気にせずに載せてしまったってところなのでしょうかね。前にもお伝えしましたが、 SG とかでトップ選手がこのようなコメントを載せれば即炎上とはなるでしょうから、それは若手であっても同じな気もします。選手側としても分かりやすくコメントしていくとしても、変なこと言わないように精一杯走ります、応援よろしくお願いしますという定型文のコメントばかりになってしまうのもどこか寂しいですし、載せる側も配慮したコメントを掲載するように努めることも大切かもしれませんね。今後も良いモーターばかりではない時もあると思いますが、頑張って走り続けてくださいね。応援しております。そんな選手コメントという点でご紹介しておきたい選手を続いてお届けしていきます。山室信弘、岡山支部所属51期の A1 級ボートレーサー、一般戦を主戦場に走っている A1 級のベテランレーサーでもある山室選手、漫画モンキーターンの人気キャラでもあるガモウ選手のモデルとなっているのがこの山室選手であり、作中では SG や G1 の斡旋を断り続け、一般戦の鬼と呼ばれています。主人公の旗野選手と戦い火がついたガモウ選手は再びグレードレースに戻ってきます。作中でもライバルとしてとても良いキャラで出場を続けておりましたし、皆に愛されるキャラだったのであの地位まで上り詰めたのでしょう。漫画のガモウ選手もインタビュー時は面白い返しをしている選手でもあり、ふざけているようでありながらも皆に愛されていました。その辺も山室選手も同様で、開会式の選手紹介では皆さんようこそと挨拶した後、何か一言コメントを要求された際、エンジン伸びて伸びてどこまでも伸びる、伸びすぎて空を飛んでいきそうじゃと独特のコメントが飛び出したり、他にもスタートはと聞かれると先とゴールできんでしょうと答え、調子はと聞かれると51号機本人に聞いてくれと答えたりなど、まさにガモウさんかのような似ている節はある感じです。実際グレードレースの斡旋を断るのではなく、地元のホームプールでもあるボートレース小島の斡旋を拒否していたと言われる時期もあり、1998年4月から2005年8月まで約7年4ヶ月もの間出場がありませんでした。結構長い期間ですよね。もちろん SG も地元小島で開催されていましたが、出れるだけの成績を収めながらも斡旋を拒否されておりました。山室選手が斡旋拒否というのもありましたが、ボートレース小島も実は山室選手を斡旋拒否していたようで、気になってご質問されたファンの方に小島から回答が来たそうで、平素から協定事業をご支援くださりありがとうございます、貴重なご意見ありがとうございました。ご指摘の通り、当協定上は山室選手の斡旋を拒否しています。その理由は斡旋拒否運用要領第4条第1項第7号に規定されている競争の公正安全または円滑な実施を害する行為があったものに山室選手が該当すると判断したためです。また開催上が拒否している選手の SG 競争出場可否は選手出場斡旋実施最速第5条に規定されている選手出場斡旋委員会の議を経て連合会が決定することになっています。この審議が平成16年11月4日に行われ、山室選手を第7回 SG 協定王チャレンジカップに斡旋しないことが決定されました。今後ともファンの皆様のご支援のほどよろしくお願いします。
小島競艇場、この回答が地元から出るのもすごいことだと思いますが、実際小島に出ていない中で1999年ボートレース戸田で開催された全日本選手権競争 SG ボートレースダービーを実際に制していますし、他にもこの期間 G1 を3回も制していますからね。ちなみに山室選手は1986年に新しく作られた新鋭王座決定戦競争、今でいうもうすぐ始まる PG1 ヤングダービーで G1 初優勝し、初代チャンピオンの座を獲得しています。そんな実力を持つ山室選手ですが、 SG の出走自体は2011年以降ありません。成績を落としたからではという点で見ましても、2011年以降は A2 に降格したりもありますが、 A1 でいる時の方が多く、2020年以降は A2 級以降の時が多くなってきますが、2024年後期の今は再び A1 級まで勝率を伸ばしてきておられます。ガモウ選手のモデルでもありますし、元祖一般戦の鬼といえるのがこの山室選手でしょう。しかも2002年3月に琵琶湖での一般戦で優勝し、今もある24乗制覇の第1号ともなっています。新鋭王座決定戦競争と24乗制覇の初代を飾っているのがこの山室選手、いかにすごい選手であるのかが見て取れます。戸田や江戸川、平和島、多摩川といった関東のボートレース場では斡旋が入っておらず、住之江についても20年前後斡旋がありません。これは山室選手が斡旋拒否をしている説もありますが、先ほどの小島のように明確な斡旋拒否がどうなっているのかは定かではありません。そんないろんな一面を持つ山室選手は大のインタビュー嫌いでも有名であり、その原因もかつて新聞記者に言ってもいないことを書かれたことが原因で記者さんに対して愛想が悪くなってしまったようで、取材やインタビューを嫌い拒否し続けておられます。山室選手は、私は記者のインタビューには一切答えたくありません、言ったことと全く反対のことが載っていたんですとも語っており、自分の意思とは違う選手コメントが掲載されてしまったということなのでしょうね。その時の出来事がトラウマのようになってしまったようで、インタビュー拒否をするようになったようです。実際これがエスカレートして、これも SG ボートレースダービーで取材拒否をしたことが原因で、地元小島で開催された SG チャレンジカップで斡旋取り消しとなってしまったというのが経緯のようです。たまに答える時も記者さんやインタビュアーの上げ足を取るかのようなコメントやふざけたコメントをすることが多いようで、大抵のインタビュアーは山室選手の性格を読んで当たり障りのないインタビューをするみたいですが、突っ込んだ質問をしてくるインタビュアーとの間では口論のようなやり取りになることもあったようです。ちなみに記者さん以外のファンの方には横柄な態度を取ることはないみたいです。記者さんも選手の様子を見ながらファンに向けて選手のコメントをまとめてお届けしてくださる素晴らしい方々だと思いますが、今回の大久保選手の件などいろいろ起きてしまうこともあるのでしょう。ファンとしては届いた情報からしか選手のことを紐解けませんが、選手の思いが屈折せずに届くことを今後も期待しております。今回は選手コメントについてまとめてお届けさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。